ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。9月勝ちなし、10万負け、直近3ヶ月で70万負けてます。今日は9月の9日ということで、ぐるっと一周回って気づいたら政宗3じゃねえわ、2に座ってました。はい、いや勝ち点だ、とにかくとにもかくにも勝ち点だけど全く勝てないんで、ディスクアップと花火2、あれなんだっけ、新花火だけを打つ回にするか、どうせ勝つんだったらでっかく狙うか。はい、それで前回もね、秘宝伝説やったんですけど、今日は今日で政宗2ででっかく勝ちてえなと思います。まあ、設定なんか入るとは思ってないんですけど、不問でいけるかなと思ったんですが、なんと真ん中の台が朝一70ゲームで通常点稼働を引くというね、通常 BB みたいなもんですね。ちょっとちげえか、窓2の直撃みたいなもんかな、偶数高設定優遇みたいな。で、超えるべきハードルがね、最初まず最初にあるのが、まあ、まず当てることなんですけど、当たった後に欧州ボーナスっていうバー揃いか、7揃いか、もうどっちか運で決まります。で、欧州ボーナスだと終わりです。7揃いだとそこからはもう頑張れる。まあ、まずは頑張って当てましょうって話です。8点、これ2個目のスイカからかな。はい、で出陣で、この間に書き換え抽選が行われます。レア役で基本的には何も引かなくても薄い確率ではありますと。まあ、番長3は対決の2、3ゲームに特化してるけど、この台はこの前兆の30ゲームぐらいの間により薄く疲労値に書き換えを伸ばしてる感じ。はい、おっと、これはチャンスですね。これはベル対応のやつなんで、この対決中にベルを引けば書き換え抽選と。ああ、素晴らしい、これ引かれた。これ対応役引くと光るやつです。1回ベル引いた。ああ、もう1回引きたい、もう1回引きたい。まずここを超えるかどうか。あ、引けない。超えろ。あ、負けた。うわっていう感じですね。今のはちょっとチャンスだったんだけどダメでしたっていう。これが出てきたらもうダメ。こいつは一番強い。ああ、あった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 。黄色の子役で戦況変化。ああ、素晴らしい。ベル引いてる、ベル引いてる。ちょっと待って、もう一回ここでベル引こう。ああ、でももうもう2ギ先、2ゲーム後にバトルね。ああ、もうで年家は来ないでしょ、これ。どっちかよ、頼む。はい、ベル、もうちょっとお願いだからベル引かして。ああ、よしよしよし、最終ゲームまで来た。はい、725ゲーム21,000円で、まだ当たってねえの。当たったんだけど当たってないの。バーを狙えって言われたら終わりです。なんかなんだかんやバーな気がするわ。はい、帰りたい。はい、これなんだっけ、三否定かな。五十郎は三否定だったかな、否定系じゃなく、いや、おっとこれね、降格なんですよ。屈強チェリー、これは取ってほしいな。3ゲーム降格、早いな。9ゲーム8点、こんなもんか。よしよしよし、これは出陣ですね。マジで当たってるぐらい。こいつはスイカ引けば書き換え中止。おっと、赤タイトル勝って、すでに勝っていい。これ超えれば熱い。基本はここで終わる。抜けた、ワンチャンある、ワンチャンある。よし、35ゲーム強制でキック。 OKOK、 投資変わらず。
よし、やっと始まった。さあ、ここから設定によるんだけど、設定によるんだけど、ここから秀吉決戦に行くかもねっていうワンチャン。頑張れ。ブー、行かない。で、50ゲームスタートと。うわ、もう最悪や。ベル揃うたびに兵力アップ抽選、リプレイ揃うたびにダウン抽選してて、テーブルがあるんですけど2万5000で、これ今対応薬がチェリーとチャンス目しかないっていう。ここについてる釜と同じ色の役を引けば対決に行く抽選をしてると、はい、で今チェリーとチャンス目以外では対決に行ってくれないっていう状況なんで最悪ですよ。おっ、これは言ってますわ。名乗りを上げよう。チャンス目引いて56を収、設定差あるやつ。これは対決確定プラス、ここから20ゲーム間兵力アップの特化ゾーン。ちょっと待って、熱い。はい、これ兵力アップ特化ゾーンなのよ。とにかくリプレイ以外は引けばいい。はい、最終ゲーム警報で対決いったー。やべー、いやー待って、もう最後ボタン、うわー、もうこれ最悪だよ、マジ無なんだけど。いやだってほら MB までついてんだよこれね。え、 MB 引いても対決これ当てれば復活終わり。もうね、ほんとね、舐めてるよ。なんかね、なんなん今の、いや今の分かる、言いたいことシンプルにありえない。あんなんマジで、いけねえよな。おっ、毛利の参戦が後期。これただ毛利は確定キャラなんだけど、選ばれれば、おっ、ちょリプレイでよくなった。リプレイでいい、リプレイ。うわー、あ、リプレイだ。うわー、もう毛利だこれ。あ、リプレイだ。来たわ、勝ったわ。パネル消えた、下パネショートした。これ歌じゃね、あの7揃い確定だな。勝利プラス7揃い確定だと、はい、これで当たりですね。あ、まだ打たなかったけど、まあ、とりあえずあったかくです。やりました、140ゲームで確定を超えたら、あの ART でさらにいけばいいです。だからここは絶対超えないといけない。超えてよ。これで7揃い OK。でこれも超えたら秀吉決戦。よし、持ち玉超えろ。あー、まあ、とりあえず7ドル確定なんで歌流れてる。今弱水化からで全長発展するの自体は設定差ないんだけど、もともと勝利が決まっていたってなると設定差あると、確定対決の。お、なんか声が違うじゃん。違ってないか、今女の子の声じゃないか。ああ、でもなんかね、女の子の声じゃん。これ長押ししてるとここが光ったりとか、ぴったりで押すと光ったりとか、これが来たんだ。デカレバーだったりとか赤だったりとか全部ダメだった。でもここでね、ダメだったわ。なんで今ネゴヒレボイスみたいの、あれデフォルト、ちゃんと聞いたことなかったわ。またひでえんだけど、いや大体これ大体3はついてるんだって。で6択勝負と、6択当てれば復活無限。まあいいや、もう順押しでいいよ。俺は順押しでいい。はい、ダメ。
まっただ、今か左右だ、いい気にしない、はあ、まあまあ分かってる、こういう台なのは分かってるから、どっかで事故らせないといけない台、じわじわ増えていく台じゃないから。でも熱い、でも熱い、引けなかったけど、リプレイ引けば、リプレイ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 、こいつに負けると本当に参るのよ。引けなかったわ。よし、危ね、追加入れて3万、使い切ってね、2万6000円、275ゲーム、最中な700はやられたけど、そこからは軽いぞ。ただちょっとさすがにもうここは7を引かないと、今初当たりが4回で22、マジで頼むよ、青7を狙え。なんで、いやもうこれ、ああ痛い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 、そういうことそういうことそういうこと、助かった、まあ、まだ助かってはないけど、とりあえずよしよしよし、あぶねー、ダメかな、間違ってダメ、3つついてるね、オッケー、よし、だー、家康初バトルよ、いやベルベルベル、これベル引かないといけない、いや待って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 、わ待って、これ粘れば粘れば熱い、なんで、うわもう1、もう今の MB 引いて負けた感じよ、番長で、いやあの1ゲーム粘ればベルだったのに、なんだったら兵力めっちゃあるから、これここで乗ればマジで永久期間まで見えるから、よし間に合え間に合え、うわマジもうなんで、よし力、よし6分の1、6択成功、この30ゲームはマジででかい、そこら辺のこれ行ってもいいよ、もちろん行ってもいいんだけど、まあ、行かなくてもこの30ゲームはマジででかい、これをね生かすか殺すかだから、ラスト、よし、やったら年上か、どうチェ、年上、勝てば秀吉、もうだから勝てば官軍よ、負けたらもうさよならバイバイ、スイカ、ああ終わった、間違えろ間違えろ、はい、やることはやったよ、よし力生きた生きた生きた、いやーそろそろあっていいよ、あ歌流れてる、ゲーム数でのバトルだ、ナビボイス違えと思ったら、でもゲーム数で7揃い確定の歌なんだけど、何種類かって六角の歌もあるらしいんだけど、分かんないから、これがもし六角の歌だったら幸せだね、はあ、さあ初勝利かな ART 中、行かねえか、ダメか、
あ、これついてる、ついてるときは失敗しても大丈夫。さすがに無理だよね。あ、いや、めっちゃ粘ったんだけどね。結局秀吉決戦行かないとこんなもんですわ。チェンジ、チャンスね。ここでシェリー引けないよね、普通に考えて。あった、当たってるな。赤満月1ゲーム目出た。これ当たってるんじゃないの。あ、ボタン出なかった。あ、いた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 、助かった。587ゲーム、あのチャンス目で書き換えたかな、わからん。34,000円、2000枚でまくり。あ、もう無理じゃん、いつもこうなってる。頑張れ青七尾。もうダメだ、ダメだこりゃ。2否定かなこれ。まあ1ですね、それはそうなんだけど、パチンコで巻く出るかどうかってとこですね。ということで空いてませんでした、ユニコーンもガロもその他それっぽい寝台も。まあ、そうは言ってもゲンが一番まだね、このクソ負けの中にあって唯一ゲンだけはそんなに負けてない。34,000円使ったところからゲンで一撃必殺。お、無限ランブ4点だけど、頑張れ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 、極限部まで、極限部まで行ってくれ。シュンシュン、届かない。あー1、ダメだ、届いてない。おい、あー足りない、さすがにこれは足りない。おーっと、初めてじゃないけど2人カットイン出た。やり申した、2人カットイン。39,000円、103回転、この台では6,000円。7になれ、7なんない、お願い、白じゃない、緑、まあまあいったろ、まあまあいったろ、緑ならもう1000じゃなければほぼもらいだ。やめろやめろ、なんで1000なの、ボタン、うーわ光ってる、嘘だ、緑だぞ。ちょっと待って待って待って、94、うわっ、いただきだぜっつった、オーバー入賞で喋った、もろったやろ、これもらったやつだよね、言ったわ。あー、いや、よし、楽勝ではなかったけどな、やり申した、よーし、まくるぞ。不幸自慢するために数えてないけど、万発をマジで超えないのよ。今日はいける、今日はいける、行こう。嘘だ、おい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 、ちょっと待ってよ、こんな仕打ちある。いや、バカ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 、許さん、さすがに。おい、嘘だよ、ああ。ぶねー、いや、もうぶっ壊すとこあったわ、逆に助かったわ、逆に助かったわ、あぶねー。いや、今マジで俺もう全てを捨てようと思った。
今行くとこだったわ。逆に良かったな、お前も。お互い良かったよ、ウィンウィンだよ。だよね、そりゃそう、そりゃそう。20万発ぐらい出ればね、帰ってくるから、3ヶ月分が。おい、待てって。こんなに打ってんだからゲン、そろそろやべえほど出てもいいと思うんだよね。嘘だ、まだ5000も出てないから。許して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 くんねー。もうもう一回行こう。もうダメだ、ここだね、ここ大事なのは。レインボー、レインボー、赤かレインボーか。まあまあまあ、想定の範囲内、しょうがない。77くるくるくる、77、あーレインボー白。嘘だよ、いいか、なんでもいいわ。はあ、この玉と残り3000円入ってるんで、これ打って終わりだな。本当に何やっても勝てないわって2ヶ月言い続けてるんだけど、お祓い行くわ。でも明日収録だから、明日終わったら俺お祓い行くわ。もう無理だ、何かを払うわ。これが最後のリーチだ、頼む。極限部、極限部、おお極限部だ、極限部だ。あ、ミカの極限部あっちんじゃね、ミカ継続だもんね基本。頼む、お願い、ラストラストチャンス。ああ、第3弦か、第3弦か、大龍か、お願い。第3弦来た、第3弦来た。一人でも、あのもうこれどっちか活性化すれば確定。お願い、どっちか来い来い。はい、ああ、いや、これこれ、お父さん、お父さん、いや一人でもワンチャンだけど、お父さん来れば確定。神田の推しキャラ特性は一人来れば確定、お願い。よし、あ、来てない、あ、これ来てなかった。これ押したらこれ来る、これあるんだ。いや、まあ、だってこれはもうだって絶対行くもん。いや、でも俺外したことないのよ、カンナで。カンナで俺外したことないのよ。頼む、これカンナじゃなければ一人だと確定なんだけど、カンナだけは一人でも活性化すればなんだよ。あの、こいつや、こいつ以外がね。いや、頼むよマジで、マジで頼むよ、本当に。砕けろ、いや嘘だよ。おい復活は、おい、うわ終わったわ、終わったわ。カンナの第三弦初めて外したわ。ということで弾が間もなくなくなりますんで、今日は正宗2とゲンで4万5000円負け、お疲れ様でした。はい、終わりです。お疲れ様でした。また明日。